製造当初のの GE に4201号機メーカー公式写真1912年頃 GE に4型のメーカー公式パンフレットレーティッシュ鉄道 GE に4型電気機関車はスイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される山岳鉄道用電気機関車であるレーティッシュ鉄道の本線系統は1913年に 最初から電化で開通した、エンガディン線を手始めに1922年までに、全線が、交流 11KV16 に 3Hz で電化されたが、使用される電気機関車としては、軸配置 1D1 の GE4、6系8機とともに、軸配置 1B1 の GE2、4型7機が用意された。この機体は4軸駆動、主電動機に大搭載の GE4。 6型に対して、主電動機を一台搭載とした、ロット式の二軸駆動機であり、1912年に2機、1913年に5機が、SLM 製の車体、機械部分、走行装置に、BBC が、製の電気部分、主電動機を搭載して製造されたもので、価格は1機7万2千スイスフランである。また、性能的にも GE4、六系の約半分であり、 一時間定格出力 220kW、牽引力 26kN を発揮し、25パーミルで90トンを時速 28km で牽引可能であった。GE に4型は、その後入れ替え用に使用されていた蒸気機関車の代替用に一部が、突型車体の入れ替え機に改造され、1943年に1機が電気、蓄電池兼用機のゲアに、 4型211号機となり、その後1967年には、電気、ディーゼル兼用機のジェムに、4型211号機に再改造されたほか、1946年と1943年に、各1機が、電気専用の GE に、4型212、213号機となっている。また、残った機体のうち2機は1946年に、携帯はほぼそのままで本線。 入れ替え検用機として、出力増強、近代化改造をされ、GE2、4型221、222号機となっている。それぞれの基板と製造所、SLM 製板、BBC 製板、製造年、改造後基板、改造年は、下記の通りである。正面に、貫通扉を、設置改造後の GE2、4205号機、2010年リーゼル、 電気兼容器に改造後のジェムに4211号機クール駅1982年車体塗色がオレンジ色に変更となったのジェムに4211号機クール駅1988年1943年に入れ替え容器として202号機を機械部分は SLM 電気部分を BBC 魔法で改造したもので主に DC2000V のクールアローザセントの 入れ替え作業のほか、その他非電格間や AC11KV 以外の電格間でも使用できるよう、蓄電池併用のゲアに4211号機となっている。さらに1967年には、機械部分を SLM、電気部分を BBC、SAS、機関をドイツディーゼルで改造し、蓄電池をディーゼルエンジンと発電機に換装して、ジェムに、 4211型となっている。改造費用は、ゲアに4型が5万4000スイスフラン、ジェブに4型が26万スイスフランである。入れ替え容器に改造後の GE に4212号機、サメダン液で入れ替えに使用中、1982年1943、44年に入れ替え容器として206、201号機を、機械部分は SLM、 電気部分を BBC で改造したもので、外観は、ゲアに、4型と同一、改造費用は1機16万5000スイスフランである。近代化改造後の GE に、422号機、ラントクアルト駅で入れ替えに使用中、1996年近代化改造後の GE に、421号機、ローカル貨物列車を、牽引。ん、1980年近代化改造後の、 GE2-4-222 号機の運転台、機関士が立って運転する形態、2008年1945、46年に203、204号機を出力増強、近代化して221、222号機に改版したもので、機械部分は SLM、電気部分を BBC が担当し、実際の改造は、霊シュ鉄道のラントクアルト工場で実施されて、 改造費用は1機17万2千スイスフランである。なお、入れ替え機に改造された201、202、206号機とは、異なり外観はほぼ原型のまま、本線の小列車などに使用できるよう改造されている。ありがとうございます。